判断をやっぱり身をもってな体験をせんとあかんということを今は考えてるよ、うん、なだってなんぼええいうことを聞いてもな実習せんだかんわ、うん、僕あの相撲を見ていてもそう思うよな、あの相撲的にどういうの上がってな勝負すんのよな瞬間やな、何個でも1分や、大体30秒で勝負するわな、何の簡単なもんやなと思うけれども、それをやるについてはね、かけてね2時間も3時間もな、もう成功するまでやったわけや、それをやって初めて1分以内の勝負が出るわけや、それやなんだら早いんね、それで我々が朝起きたら掃除が始まると、極めて平凡なことやけど、平凡なことをやって初めてな瞬間の仕事ができるわけや、だからその練習の人をやらんだらな30秒の動画の勝負ができるわけや、それと一緒やねん、だから僕が、まあ、今日80人もらって、まあ、こうやってやってる状況とは元来体の弱い男やど、こうか不幸か仕方なし庭掃除もしたりな、水汲みもやったし、そういうことをやってきたわけや、だから全部は実学やな、頭で考えてないわけや、全部身をもってやってきたわけや、それが今日もあるわけやな、そういう、まあ、僕の実験からいくとな、頭で覚えた知恵というものは大変結構やけども、それだけあかんと、それを実際に生かさないかんと、実際に生かすについては肌で教えればね、もう一遍味わい直さないかんと、それをやってもらうと、だから身は白事なことは子供でも出ないからな、大学を卒業した職人に何もやってもらう必要ないと思うね、けれどもそれをそこから始めることには身につかんわけや、で身につかないんだろうな、何も知恵あったってあかんわけや、知識があってもあかんわけや、知恵にならんわけや、だからそういう極めて小の実学からやってもらうと、こういうのやってもらうね、うん、それも重い道でやるだと、こんなバカなことせんでもいいのに、まあ、基礎から知らないわいと、こうやるんだな、これは大事な仕事やと、精神込めてやるのと大事や、PHP 理念経営研究センターの時政和樹です。ただいまお聞きになりましたのは、松下幸之助が日本の未来のリーダーを育成するために設立した松下成蹊塾の第1期生の塾生の方との問答の中の言葉になります。当時幸之助さんはですね85歳で、晩年になってからなんですけども、日本の将来を憂えて成蹊塾を設立しました。その中でリーダー育成のために欠かせないこととして2つのことを課したんですね。1つは自習自得、塾にはカリキュラムっていうのは特に作ってはなかったんですけども、塾生一人一人が自分のカリキュラムを作って自分で自習し自分で、掴んでほしいということです。でもう一つがですね、朝早くに起きて、掃除をすることだったんですね。当時集まった塾生は天下国家を、論じて、日本のリーダーになるっていう熱意を持っていただけに、なぜ掃除しなきゃいけないのかということで、がっかりした方もおられるそうです。なぜ松下幸之助が掃除を大事にしたのか、音声の中でですね語っていることは、まず身をもって学ぶっていうことですね。で実際にやってみなければわからないことっていうのはたくさんあります。なので自分の実践の中を通して身につけていくと、知識や本を読んだり、人から聞いたりして、その時だけ分かったっていうことでは役には立ちません。で あとですね、毎日の積み重ねが大事だと。で身をもって学ぶには、毎日積み重ねないとなかなか、身につくことはできないですね。
で、その次にですね、これはまあ、音声にはなかったんですけども、実はその後にですね、音声の後に、掃除を通して、凡事から社会を見通す力を、まあ、身につけると。掃除を通して、政治の、要諦をつかむということを実は語ってるんです。で、単に掃除しただけでは政治の真髄をつかむことはできません。なのでそこまで、精魂込めてやれるのかどうかですね。で、小さなこと、掃除という、まあ、凡事という小さなことを一生懸命やるっていうのはなかなかできないことだと思います。でもっと自分はこう大きなこの目標を持ってそこに向けて熱心にやっていくっていうことはできると思うんですけども、この掃除という 誰でもできることで、それを自分がやるっていうことはなかなかできない。で、幸之助さんはですね、リーダーになる人はそういう小さなことにも精魂を込めてやれる人間にならなければならないということで掃除を大事にしました。松下幸之助さんが掃除を大事にする原点は幼少期まで遡ります。当時自転車屋さんにでっち奉公に行ったんですけども、そこの店主の五代音吉さんからいろいろしつけを受けました。で、その時の10回としてこういうふうに語ってるんですね。五代さんから叱られ叱られ、怒られ怒られ、叱られで覚えた商いの呼吸というもんが今の自分を作ったと言っても過言ではない。世の中のどんな学校にも嫌まさる勉強を当時はさせてもらったと今でも感謝していますと。で、五代音吉さんはですね、こういうふうにも語ってますね。仏様の作ったもんに無駄なもんはない、捨てるもんはない、そう思って暮らし取るといずれものの理屈が分かってくる。で、河野さんはこのでっち奉公時代にもう商いのこのコツ道を教えてもらった、体でも教えてもらったんだということをことあるごとに語っています。で、掃除をしていますと、まあ、いろんなゴミが出てくるんですけども、本当にこれはいらないものなのかっていうことを考えてみると、あれも使える、これも使えるっていうふうに、まあ、物を生かすっていうことができるようになってくるんですね。幸之助さんは、まあ、でっち奉公を終えた後、松下電器を、起こします。で、その中で経営していく中でですね、技術者専門の、学校を作ります。で、松下電器工学院ですね。で、ここでも掃除の大切さを説いています。で、町の電気屋さんの販売員を、まあ、育成する松下幸之助小学院、これは、まあ、販売員育成の、まあ、学校なんですけども、ここでも掃除を大切にするように教えています。で、あと幸之助さんはですね、人間の存在意義、存在意義や、まあ、社会っていうのはどういうふうにしたら、豊かになり、平和になるのかという心理を、まあ、研究する場所として新進庵 PHP 研究所というのを、まあ、作りました。で、ここの所員たちにもですね、心理を研究する道場なんだから、まず掃除をしなさいというふうに、掃除を大切にしなさいと教えられます。で、冒頭にまあ述べましたように、リーダーの育成の場として松下成蹊塾というのを、まあ、晩年作られました。これら、まあ、ものづくりですね、ものづくり、商い、心理の探求、リーダーの育成、共通するのは人間の、まあ、育成する、まあ、道場だっていう考えがありました。で、そこで欠かせなかったのが、まあ、掃除だったということですね。で、河野さん一貫してこの掃除っていうものを人間育成の中で不可欠なものだとして、まあ、言ってきたわけです。で、河野さんに限らずですね、名継者と呼ばれる方たちは実はこの掃除っていうのを大事にされています。まあ、本田宗一郎さん、日本電産の永森さん、セブン&アイホールディングスの伊藤さん、ココイチの宗次さんなど、まあ、そうそうたる経営者が、まあ、掃除を大事に、また社員の教育にも取り入れています。最後にですね、私は、まあ、週に 1,2 回掃除の活動をさせてもらっているんですけども、その中で、まあ、気づいたことをお話し申し上げたいと思います。まあ、松下さんはその掃除から政治の要諦をつかむとか、本当に掃除を完全にするのは一大事業っていうふうに、まあ、毎日やりなさいって、まあ、言ってるんですけども、なかなかそこまでは、まあ、いかないので、まあ、その点はちょっと多めに見てください。まあ、今後の課題にしたいと思っています。で、私、まあ、掃除を活動を始めて、丸8年になるんですけども、
まあ、当たり前のようなことなんですけども、いろんなことも気づかせていただきました。まあ、ゴミってどこに集まるのかというと、やっぱ汚いところにこう集まるんですね。で、まあ、場がちょっと黒ずんでて汚いところにあのゴミがまあ、あの集まりやすいし、ゴミが落ちてるとそこにまたゴミをこう引き寄せてくるっていうのが、まあ、汚いところをこう見てると、まあ、やっぱりそういうことに気づかせてもらいます。汚い、まあ、歩道とかにですね、鳥の糞がまあ落ちてると、うん、ことあると思うんですけど、まあ、白いのでものすごく目立つんですね。で、鳥さんなんかはその1羽がまあ落としたところにすごく白く目立つんで、そこをもうまあトイレの場所だって思って、もうみんながそこにするので、そこだけ真っ白にまあなってたりします。で、そこをまあ歩道をたわしで磨いて掃除するんですけども、これをやっぱ定期的にまあ、やっておかないと、もう真っ白のところによりどんどん積もっていって、汚いところはますます汚く、まあ、なるんですね。まあ、これがなんか、まあ、汚れていくなんか法則みたいなのが、まあ、あるんだなっていうふうに思います。で、あとゴミはですね、結構、まあ、ポイ捨てってあります、あの言いますけども、もうこっそりと、もう、こう、わからないところに、こう、細い隙間のところに、ね、詰めて、こう、入れてるってこともまああって、まあ、それは遠慮して、入れている方なんだなっていうふうに、まあ、そのゴミを捨てる人のまあ心情もこう分かったり、まあ、きっちり空き缶のまあ缶瓶ペットボトルきっちり並べてあったりするんですね。で、タバコの吸い殻なんかはまあポイって捨てる人は多いですけども、まあ、わざわざ缶に入れてきれいにこう散らからないようにまあしている方もおられます。まあ、かえででもそれはですね、中のこうタバコを取らないといけないんですけども、なかなか出てこないんで、まあ、かえってちょっと面倒だったりまあするんですね。で、あと、まあ、掃除の中にも欠かせないのが、こう、やっぱ、水なんですね。水で、こう、流すことで、清めていくっていうか、こう、汚れを全部流していくっていうことを、すごく水の大事さっていうのを、まあ、学びました。なので、まあ、水がないところの掃除で結構やっぱ大変ですよね。で、まあ、私がやってるところは、まあ、小さい川があるので、その水を汲んでさせてもらってるんです。ただ、水もきっちり流れ切らずに、溜まってしまうと、そこがまた、よどんできて汚れてしまうんですね。まあ、水は上から下にこう流れるんですけども、一番その水が溜まるのはその排水口ですよね。で、排水口に一番こう汚いものが全部集まってくると。で、その排水口をきれいにすることで、本当にこう、まあ、道路や歩道がきれいになるんで、まあ、排水口をきれいにしましょうということを、まあ、やったりもしています。あとですね、こう社会情勢によって落ちているゴミはまあ変わってくるので、ゴミからどういう今時代かっていうのもまあ分かったりしますよね。まあ、コロナになってからはやっぱりマスクがたくさん落ちてますし、緊急事態宣言の、時にですね、お店の中で の食事ができなくて持ち帰り OK になってきた時に、やっぱりこう座れるベンチのところに食べ物がいっぱい散らかってるっていうのはもう明らかに、こういうゴミがすごく増えたなっていうことを思いましたし、あと季節もね、ものすごくこう感じられるんですね。まあ、夏はですね、朝早く、まあ、6時からするんですけど、まあ、気持ちよくできるんですけど、まあ、冬になると、まあ、寒くなっても真っ暗なので、まあ、嫌だなっていうことはいろいろ正直思うんですけども、でも、まあ、夏よりもまた違った喜びっていうのがあります。で、真っ暗で皆さん顔もわからない感じに暗いんですけど、だんだんもう7時になって、まあ、終わりになるともう明るくなった時にもうパーッとし明かりがこう広がって、まあ、ゴミもそれでなくなって、すごくもうお日さんがちょうどこう刺すんですね。その時のもう寒い中でそのお日様が刺す暖かさや心地よさで、ものがこうゴミがなくなってきれいになった、で皆さんがそれをこう喜んでこう話し合ってるっていうことは、多分夏も、まあ、もちろんあるんですけども、冬の時のこう喜び、あと暖かさっていうのをすごく感じて、まあ、掃除にも季節があるだなっていうことを感じています。今までお掃除やってきて良かったことがまああります。一つ目がまあ誰にでもできることですね。で、まあ、掃除のこう活動をやってる私の団体では、本当に老若男女、もう経営者の方や、もう主婦の方や、もう学生や、もうみんな一緒になって、もう交流して一緒にゴミをこう拾って掃除するっていうことをやってるので、誰にでもできる、まあ、からこそ、まあ、河野さんもその
人材育成で大事だっていうふうにも言われたんだじゃないかなっていうふうにまあ思います。であとまあすぐにこう成果が出るので、もう汚かったとかすぐきれいになるので、もうそれが一つのまあ喜びになりますね。あのだからそのみんなであとこう協力してきれいにもしていくっていう喜びもありますし、まあ、目に見えるっていうのがあのいいところですね。で、まあ、掃除をこうやっていくと、まあ、この場所がきれいかどうか汚いのかどうかっていうのをすごくまあ敏感に感じて、あ、ここすごく手入れされてるなとか、あのここはもうほったらかしだなと、雑草、まあ、ボーボーだったらほったらかしなんですけど、そういうことにすぐ気づけるようになりますね。なのであの掃除をやっぱしてるから汚いところがきれいになっていく、その変化をまあ見ていくんで、あの自分の掃除やってないところでも、あ、ここはやっぱりきれいな、まあ、会社さんだったとか、あの家だなとか、まあ、町で、まあ、の地域で全体でやってるなとか、そういうことにすごくあの気づくことができます。で、まあ、4つ目ですね、あの、まあ、人の役に立つ、まあ、喜びを知れると。で、まあ、私も仕事を、まあ、していて、これがまあ人の役に立ってるのかなって、まあ、直接お客さんと関わってっていう、まあ、ことを出ないときにあの思ったりするんですけども、まあ、掃除はもう目に見えて、まあ、街をこうきれいにしていくので、まあ、あの通りすがりの方からいつもありがとうねとか、あのこの前はまあ缶コーヒーをね、こうあの差し入れてくださったちょっとやんちゃそうなお兄さんからまあ感謝されたりとか、あの単純にまあ人の役に立つ喜びということをまあ知ることができます。なのでこうそういったことがすごくまあ商売の中でお客様にこう役に立つっていうことのまあ喜びとすごく多分似てると思うんで、あの大事なことだなと思いますね。で最後にですね、まあ、謙虚にまあなりやすいと。で謙虚になれるっていうふうにもまあ言いたいんですけども、なれるっていうのはかえってまあ傲慢になるので、どちらかといえばなりやすいと。で掃除をこう一生懸命やるがためにちょっと傲慢になるっていうこともまあ実はこうあるんですね。まあ偽善者みたいなこともまあ言われたりしますけども、あのでも汚いところで誰もやらないところを自分が率先してさせてもらうっていうことは、やっぱりまあ私のまあ今まで経験でもまあそういったことをこうあのすぐこうあのさせてもらうっていうまあこう姿勢が作れるっていうふうにまあ思います。松下さんが言われるように、まあ、掃除を完全にするっていうこと、まあ、私全然、まあ、できてないんですけども、まあ、本当に、まあ、これからずっと、まあ、掃除を、まあ、大事にしながら、あの、まあ、毎日もできてないので、そこをすごく、まあ、課題としてやっていきたいなと思いますし、まあ、これから皆さんも大掃除が、まあ、待ってますね。で、その大掃除から、まあ、いろんな新しい発見や、あ、ここできてなかったなっていうことを、まあ、気づくいいあの学びになると思いますので、私も掃除、これからも大事にしていきたいと思います。拙いお話でしたが、ありがとうございました。バイバイ。松下幸之助をもっとよく知りたい方は、概要欄に貼ってあります。松下幸之助.comのリンクからどうぞ。